さて日本での思い出とかあるいは学徒動員の体験についてお話しさせていただきます。戦時中の体験は至って貴重な経験でした。当時いわゆる食料不足の時代でしたから、思い出の中では多くがね、食事に関係することが多々ありました。で当時私は中学時代でしたので、全部学寮生活、寄宿舎ですよね。でご存知のように天理中学というのは宗教学校で、天理教というのがありまして、今は天理市になっているけど、昔は奈良県の丹波市町というのがいう町に、その天理教の教会などがありました。で非常に信仰の信仰色彩の濃厚な学校で、小学校から中学が3校ありまして、男子の中学は2校、女子の高等学校が高等女学校が1校、それから天理教を教える専門 の天理教の専門学校、そして、外語学校というのがありました。で今終戦後は天理大学に変身しました。で当時私が入学したのは天理第一中学、1年生から4年生まではそこで就学してました。で学寮生活なので、非常に食事の制限が課されて、食べ盛りの子どもたち、生徒たちには非常に辛い生活でしたね。で勤労奉仕で麦刈りっていうのがあるんですよね。6月には麦刈り、それから10月には稲刈りで、そこに行くとお役所さんの方で、働き手が来てくれたので、お昼ご飯を招待してくれるわけですよ。で当時我々の食事はもう玄米ってご存知ですか？今皆さん食べていらっしゃるのは白米だと思いますけど、その白米をこう精米しない、もみの殻を外したそのままのお米なんですよね。それが玄米で、玄米は今栄養食品に数えられてるけど、当時はねそうじゃなくて、玄米を白米にするとぬかが取れてしまう、それだけお米の量が減るというわけで、当時の日本国民にはね玄米を食べさせる習慣がつけられてしまった。いわゆる食料不足で、いわゆる玄米を食べさせとったんですよね。だから学校ではその玄米でもあればいい方で、もうその玄米もだんだん食事が少なくなった。1日に当時の配給、食事はもう全部配給なんですよね。配給制度で、何ですか、3合で。で、1合ってどれぐらいか、今皆さんリットルでやられてるからなかなか理解できないけど、1合ご存知ですか？普通の湯飲み茶碗が一杯があれ1合なんですよね。合っていうのは合併の合を書いて合と読むんですけどね。それ1合が10合、10合になると1升になる。で1升が10升になると1等になる。それから1等が、10等が1石という。1石ってどれぐらい？風呂桶より少し小さめのお米体積なんですね。そういうようにこの1日に3合しか配給はなかった。それが3合がどんどん減って2合7尺、2合5尺、2合1尺、2合どんどん少なくなって、非常に、食事制限が厳しかった。でその時に麦刈りするとお役所さんのところでその食事の招待をしてくれた白米の招待なんですよね。で当時はね、我々は白米のことを何て言ってましたかというと、銀シャリ。シャリということはお米、ご飯の代名詞ですよね。でそれをこう銀シャリで、銀の字をつけてる。それほど貴重なものはなかったわけですよね。そういうことで、このお役所さんのところでこの食事の招待を受けて、腹いっぱい食べて帰るので、弁当は使わない、食べない。で弁当はもう夏ですからもう腐ってしまうわけです。
あとこの大あの洗面所のその残飯のタブはもういっぱいになってしまう。まあそういうようにこの麦刈り、今麦刈り稲刈りはもう人手でやってませんよね。あのコンバインバインダーっていう機械で、やってるけど、まあそういうような時代で、非常に、あのなんですかな、まあ私の中学時代が一番苦労した、辛い目にあったのはこの食事制限でした。